ブダペスト共同、陸上の世界選手権第5日は23日、ブダペストで行われ、女子5000メートル予選で田中望美、ニューバランス、が14分37秒98の日本新記録を樹立し、2組6着に入って26日の決勝に進んだ。従来の記録は2021年に弘中リリカ、日本郵政グループ。 がマークした14分52秒84で14秒86も更新した。弘中は15分11秒16の1組12着、山本優誠、と、積水化学は16分5秒57の1組20着で落選した。女子三段跳びでは森本真理子、内田建設が13メートル64の A 組15位、高島真織子、宮九電工。 が 13m34 の B 組17位で共に予選落ちした。